差し上げているかという議事録はおろか議題すら明らかになっていません。国会のですね、情報監視審査会がその議事録を明らかにしろと、議題数だけでも明らかにしろと言ってもですね、政府は一切応じない。それは特定秘密だというふうに言っているんです。こういう形でその政府による戦争準備は始まるわけですが、治安維持法に似た性格を共謀罪を持っていると思います。団体の行動をですね、丸ごと違法にして、そして、ね、その団体に所属している人間をみんな、その検挙していくことができる。そういう意味でですね、非常に恐ろしい、効果を持った法律になる可能性があります。ちょっと今日地方の教訓という本を持ってきたんですが、これは内田博文先生という刑法の教授が出されて、実は9月23日に発売されたばかりの本なんですけれども、この辺の最後の章は共謀罪が取り上げられています。そして内田先生はこの本の中でですね、団体の行為、団体の意思というものを処罰していくという点においてですね、治安維持法と共謀罪は重大な共通点があるんじゃないかということを指摘されています。私はそれを読んでですね、本当に、これは大変な事態になりかねない。戦前における治安維持法と軍紀保護法、これを両方所管していたのが特攻です。特別高等警察です。その特攻の、罰ゲというかですね、それを選挙にいただいているのが日本の公安警察、後ろで一生懸命メモを取っていただいている皆さんなわけですけれども、この公安警察がですね、今や軍紀保護法をついた特定秘密保護法の運営の主体になっている。そして共謀罪の運営の主体にもなっていくのではないか。そしてその際にですね、盗聴制度というものが大幅に拡大される可能性があります。すでに産経新聞は、社説の中でですね、共謀罪を通信傍受、盗聴の対象にせよということを8月末の論説の中で書いています。そうなってくるとですね、本当に監視社会になっていく。秘密保護法と共謀罪と盗聴の拡大、これらがセットになった監視社会というのが戦争ができる社会になっていく。そういう社会を作らせない戦い、こういう悪法と戦う課題も戦争を廃止していく課題と完全に僕は共通していると思うんですね。共に戦っていきたいと思います。じゃあ最後に一つだけ、今日の、1時30分から衆議院の第一議員会館の多目的ホールで話し合うことが共謀罪院内集会を催します。29日には日弁連のクレオで日弁連主催の共謀罪反対の集会が持たれます。どちらも参加していただければありがたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、この間ですね、この、東京での、国会行為行動、さまざまな取り組みながら、この、高井の戦い、そして辺野古の戦い、沖縄の戦いに結びついて、頑張ってきました。富尾辺野古地域建設、国会行為実行委員会から野平さん、よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。今日は民主党の議員の皆さんに向かって発言したいと思います。民進党の議員の皆さんに向かって発言したいと思います。私たちが野党に期待すること、それは憲法をも無視して戦争ができる国づくりを進める地方政権の対抗勢力になることです。沖縄について言えば、辺野古や栄での基地建設を強行する政府の抵抗勢力にならなくては意味がありません。民進党の代表選において蓮舫議員は、辺野古移設は旧民主党政権時代に米国と合意したと前置きした上で、結論は基本として守るべきだ、どんなに米国と話をしても選択肢は限られてくる、基軸はぶれるものではない、それが外交の基本戦術だと語りました。これではダメなんです。これでは民進党を応援したくても応援できません。自民党の強硬なやり方を批判はしていますが、米国との合意が基本じゃなくて言ってしまうと、それは自民党は暴力的に沖縄に基地を押し付けるが、民進党は対話を続けながら沖縄に基地を押し付けると言っているのと同じじゃないですか。もう一度言います。これでは民進党を応援したくても応援できません。前代表の岡田さんは、沖縄の民意を無視した辺野古での工事は直ちに中止すべきだと言いました。参院選前に市民連合と野党4党で交わした政策協定においても、沖縄の民意を無視した辺野古新基地建設の中止ということが合意事項だったはずです。
民進党はもう一度そこに立ち返るべきです。もし蓮舫議員が国防外交は国の専権事項で地方自治体は国の判断に従うべきだと考えているのなら、これはもう先日の辺野古埋め立て承認取り消しをめぐり沖縄県を敗訴にした福岡高裁那覇支部の不当判決と変わりはありません。自公政権に対抗する上で民進党が日頃からその大切さを訴えている立憲主義、民主主義が本物かどうかは沖縄をめぐる政策でその真価が問われています。日本の安全を守るという名目で沖縄に暮らす人々の日常が危険にさらされるようなことがあってはならないはずです。厳しい言い方になりますが、これは民進党をまだ見限っていない市民からの最後のお願いとして聞いてほしいです。民進党は市民連合と野党4党で交わした政策協定にもう一度立ち返ってください。沖縄の民意を無視した辺野古新基地建設は何が 何でも中止です。国会の中でも選挙でも野党共闘を期待しています。民進党の議員の皆さんが戦いやすい空気づくりは私たちが頑張って作ります。共に頑張っていきましょう。最後にここに集まった皆さんに呼びかけがあります。今週水曜日28日6時半より日比谷野外音楽堂で政府の沖縄による沖縄への弾圧を許さない集会を行います。沖縄の民意に寄り添うことにまだ腹が据わっていない民進党を突き動かすためにも多くの人々に集まってほしいと思っています。私たちの思いを見えるか見えるようにすることが大切だと思います。先ほど高田さんからも話がありましたが、全国での統一署名も開始します。沖縄のことで全国で統一署名を始めるのは初めてではないかと思います。共に頑張っていきましょう。ありがとうございます。続きまして、TPP の問題も、批准の問題があります。TPP、批准阻止アクションから内田さん、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。こんにちは。私は NGO で働いておりますが、今はですね、ご紹介あった TPP 批准阻止アクションというですね、農業団体や医療団体、消費者団体、環境や原子組会の問題、いろんな市民運動が、加わって、やっている運動で活動しています。今日はですね、貴重な場にお話しいただく時間を取っていただきましてありがとうございます。いつも参加者としてよく言うのですが、とにかく今日からの国会はですね、 TPP 協定の批准、関連法案も含めてですね、これが安倍政権、政府与党の最大の目標というふうにされています。ただですね、これは何としてでも阻止をしなければなりません。TPP というのはですね、非常に難しくて、貿易の話というのは私たちの日常から遠いとみんなが思っています。話せば長くなるんですが、簡単に言えばですね、 TPP というのは強いもののためのルール作り、これに他なりません。英語で言うとですね、トランスパシフィックパートナーシップというんですが、分かりにくいので、簡単に言うとですね、これはとんでもないペテンのパートナーシップ。まずこうやって皆さん覚えてください。パートナーシップというのは対等な関係であるはずです、あるべきです。しかし TPP というのは、グローバルに活動する一部の大企業、それから投資家、富裕層、もちろんこれはアメリカだけではなくて日本にもあります。こうした人たちが今以上に利益を得る、そのために、貿易のルールを変えていこうということです。ですから私たち一人一人の庶民、市民にとっては、悪いことはあってもいいことは決してないと思います。だからこそ今ご存知のようにアメリカ大統領選挙では2人の候補者、全く違いますけれども、その2人がですね、 TPP に反対と言わなければもう市民、国民からの支持は得られないというところまで追い詰められているわけです。しかしですね、この日本というのは
日本というか日本政府、もっと言えば安倍首相というのは大変に、変わった存在です。国際的にも正直言って恥ずかしいと言わざるを得ません。先の国連総会ニューヨークでありましたが、この時にもですね、アメリカにプレッシャーをかけてやるんだということで、ヒラリー・クリントンさんにですね、日本は絶対に今国会で、TPP を批准すると意気揚々と述べたらしいです。しかしヒラリーの方はですね、そんなことは次第にもかけず、いや私はずっと反対をするよと一蹴されました。というのはこれはヒラリーの方が正しいわけです。つまりですね、 TPP というのは膨大な協定文なんですね。6500ページあります。皆さん6500ページの束の紙の束をご覧になったことはありますか？ありませんよね。でしかも日本政府はその中で、まあ、大体3分の1程度しかきちんと翻訳を出していません。こんなことで、国会議員の皆さんをですね、これから審議するわけですが、十分な内容の吟味、それからそれが私たちにどういう影響があるのかもはっきりとまだわからない状態です。ですから、まあ、遡れば4月の国会でですね、やってしまおうと、まあ、一度思ったわけですが、まあ、こんなことはまずありえなかったわけですね。で、この国会でもアメリカがどうしようかわからないという中で、他の国はどの国もですね、様子を見ています。まあ、正直言ってアメリカが批准しなければこの協定は発効しません。ですからまだまだ時間をかけてやろうという慎重な姿勢を見せています。その中で一国だけ暴走してですね、やろうというのは日本だけです。ですからこれは内容の前にですね、手続き的な面でも全くその民主主義的ではない。これは私たち実は今違憲訴訟をですね、起こしています。 TPP でも起こしています。これは国民の知る権利、秘密交渉でしたから何もわからない交渉とか知る権利に反している。それから国民の幸福追求権ですね、 TPP でいろんな影響が出る、それが違憲であるというふうにしています。ですからそうしたですね、民主主義にも本当に反する協定をですね、手続き的にもおかしいと言っていかなければなりません。そして、まあ、内容はですね、本当にいろいろ申し上げたいんですが、いくつかだけ絞って申しますと、まずですね、農業の問題だけではないんですが、とにかく日本にはの農業にとっては打撃があります。これはもう紛れもない事実です。日本の農村、漁村、それから林業もですね、 TPP でかなり打撃があると思っています。農水省が一度 TPP で日本の食料自給率はなんと 16% のまで下がるという試算を出しました。現在でも 40% 切っている日本の食料自給率が TPP が発行すればですね、それはそうですよ、関税が多くのものに撤廃されて、さっきの SBS の問題などもあってですね、大量の安い農産物が海外から入る、これでは農村はやっていけません。それと関連して地域経済も壊れていきます。今日沖縄の話がたくさん出ましたが、基地の問題もに加えてですね、 TPP は沖縄の農業を壊します。サトウキビ、これは日本の重要品目として言われていましたが、全く聖域としては守れなかった、農水大臣自身が先の国会で答弁しました。つまり、もう沖縄をはじめ日本の経済は地域経済はダメになると地形大国を突きつけるようなものです。でその他にもですね、医療ですとか金融や保険等々あるんですけども、ちょっと全部は申し上げませんので、私たちですね、こういうブックレットを作って100円で販売してます。ご興味ある方はちょっと私に後で聞いてください。それから、私たちもですね、10月にいろんな行動を予定しています。まずですね、10月に入りましたら